トラランチャンネルスーパーコスモグループプレゼンツ川上千尋のトラタマプレミアムこの番組はスーパーコスモ新井光さんグループがお送りします皆さんこんばんは ABC アナウンサーの佐藤修平です 皆さんこんばんは NB48 の川上千尋ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ今日も千尋さんは東京からのリモートでのご出演となりますというのも千尋さんいよいよご出演されている舞台が先週の金曜日ですね、はい、スタートしましたねはい、はい、そうなんですよ、はい、スタートしまして今ファイナルファンタジーの世界を 生き抜いているところでタイガースの話もたっぷりいただくということなんですけれども、はい、あの改めて舞台をご紹介していただいてもよろしいですかはい、えー、私が出演している舞台は「<laughs> ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス現役戦争のステージ」というファイナルファンタジーの世界をストレートプレーでお見せするお芝居でお見せする舞台となっています。はい、えー 2>, 2月23日から始まりまして3月3日まで全14公演ヒューリックホール東京でやらせていただいていますのでお時間ある方はぜひ来てください、はい。<laughs> 実際にスタートされましてどうでしょうか実感としては <laughs> あ。あでもすごいあの皆さんからの感想があの嬉しくてそれが励みになって頑張れているなと思っています。もう早速そそううういう感想も頂戴してるわけなんですねそうなんんででですすねよ私ちょっと条約で あのわらわとかすごい言うんですけど。自分のことをわらわと。わらわと。はい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 。<laughs> そのわらわキャラ。なんか初めてわらわキャラ好きになったとか、そういう <laughs> なん<か>。<laughs> 皆さんの面白い感想もいただけて。嬉しいなと思ってます。ららららでは皆様の新たなツボも、ちひ,ひさんが推しているということですね。わらわもいいんじゃないか。そうですね。ええーはい。今日のラジオでもわらわ出していってもよろしいんですよ。どうでしょうか。<laughs> どういうことですか。ね、一称わらわでね生かしてもらってもそんな。そうですね、笑わは阪神タイガース好きなのじゃっていう感じで。はい。なんかまた重みが出ますね一層。そうなんですよ。そうですか。阪神タイガースが時を同じくしてまさにそのタイミング、二十三日金曜日からオープン戦がスタートしたんですよ。はい。千尋さんどうでしょう。お忙しいと思いますけども、情報などはチェックされてますか。そうです。あのでかいホームラン打ったよとかそういう情報はあの目に。 ドンって飛び込んでくるのでやっぱりインパクトあるいはい。インパクトありますね,ね本当にこのいいタイミングでオープン戦も始まりましたけれども、はい、お知らせの後ですねその週末行われたオープン戦たっぷりと振り返ってまいります A. M. 一丸丸八、F. M. 九三三の A. B. C. ラジオがお送りしています。川上千尋の虎玉プレミアム。早速、週末のオープン戦振り返ってまいりましょう。金曜日、土曜日、日曜日と三連戦となりました。八千尋さん、結果でいうと、三連敗だったんですけれども。はい、まあ、この時期は勝敗関係ない、はい、岡田監督もおっしゃってます。ね。そうですね。でも、やっぱ、えー、負け方っていう字は。ちょっとね、よく目にするので。負け方も飛び込んできました。 はい飛び込んできてますね、<laughs> ねファンの人の人嘆きがすごい,いや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 、<laughs> はい、早速ね、1試合ずつ振り返ってまいりましょう、まずは金曜日23日に行われました、那覇で行われた巨人戦です、これがオープン戦の初戦だったんですが、えー、9対4で敗れました、先発の,の伊藤将司投手がですね、まあ、まさかだったんですけども、はい、1>, 1回に7失点、7失点しまして、はい、でその後二2回、3回は抑えたんですが、結構、立ち上がりが打ち込まれたなという試合だったんですね。うん うん、そうですね、でも伊藤将司投手はいつも序盤がそんなに、なんていうんですか、調子が上がってないイメージがあるので、はい、シーズン中は今年も上がってくるんじゃないかなと予想してますまたね <laughs> 夏場以降、ぐググっとね、なんかそういうイメージがありますけれどもね。ねあります、はいただこの打つ方では、千ひ,ひさん、そうです、はい、佐藤輝明選手が特大ホームラン、赤星投手から打ちました。ははいいすすごいですねこれはもう 今年やっぱりホームラン数伸ばすっていうみず自,自らもおっしゃっているのでぜひ、はいはい、期待したいなと思っていますあのアメリカのドライブラインで動作解析をしてシーズン中ずっとこう取り組んできたんですけれども大きな一発もねこう見られるというのは嬉しい状態ですよね、うん、佐藤輝明選手も。 そうですねやっぱりそこで学んだことがすごい多かったんですかねって思いながらまたリリーフ陣が梶谷石井浜地桐敷投手がパーフェクトで抑えたんですけれどもちょっと湯浅投手が内容が芳しくないということで二軍降格を命じられたという試合でもありました。そうですねやっぱり湯浅投手は できることを監督も知ってらっしゃるので、はい、ちょっと厳しくなるんですかね。そうですね。あの、いつもコメントが結構、<laughs> 湯浅投手厳しいんですよ。湯浅、森下、両選手結構厳しいなっていう印象で。わ、はい、かります。<laughs> <laughs> ちょっとやっぱできるっていうのを期待してるからこその愛の無知なのかなと思う。う 思います、ね、まさにおっしゃる通り大の鞭もう可愛くてしょうがないんだろうなというイメージもね、はい、岡田監督、その両選手にね <laughs> そんな感じもいたしますが、はい、さあ翌24日、ヤクルト戦です、浦いで行われましたこちら1対0で完封負け、まあ、スミーチで敗れたという試合だったんですけれども、うん、あの先発が村上投手でして、えー、3回1失点これがダブルプレーの間の失点でしたが、まあ、いい立ち上がりをしました。はいであの ここなんですけど及川投手がです、ね、リリーフしたんですが四、はい、番手で三、えー、回無失点で岡田監督もずっとええやんかというふうに絶賛しているんですよね<ー>先発調整してい及川投手いかがでしょうかそうですね及川投手はこのトラタンプレミアムで取材させていただいた時も、はい、先発に挑戦したいっていうことをおっしゃってたようなそうですイメージがあるので、はいはい、なのでついにあのなんかその 兆しが見えてきたのかなって思うとすごい応援したくなりますすそうですよね、はい、あの先発調整で、まあ、先発調整をしているとリリーフもできるからということで、まあ、しっかりと前向きに調整をしているんですけれどもやっぱり結果を残してますからねこれはね、はい、ローテーションシーズンどうなってくるのか楽しみでございます。そうです、ね、はい、はいそして 翌二十五日昨日ですね日曜日に行われました、えー、中日との一戦オープン戦こちらは四対一で敗れました先発は埼玉投手でした三回2失点ということだったんですけども本人も感触はいいということを話をしていました、えー、あのストレートも走ってましたね、うんえー、やはり埼玉投手の豪速球オープン戦から見られましたよいや見たかったです <laughs> <laughs> お忙しいと思います千 <laughs> ヒーさんはい,やい,やいやえいえいえそしてこの日のハイライトは はい、なんとゲラ投手、対外試合デビューということで1回無失点に抑えたんですけども牽制でランナーアウトにする場面もありましてもともと野手だったゲラ投手の,そのマウンドさばきといいますかそちらもすごいですね、なんかこのゲラ投手が投げたっていう記事を見たときに岡田監督があんなん見せんでいいよみたいなリリーフか確定みたいな記事を見て、はい。はい <laughs> そんなすごい投手がターシーに来てくださったんだって思うとワクワククししましたゲラ投手あの投げ方もねあのこうコンパクトなフォームで投げるんですけれども非常にコントロールもまとまっていまして、うん、暴れることのなないピッチャーなんですね、うん、でその上でフィールディングも落ち着いてますからわこれ岡田監督が好きそうだなと言いますかこう使いたくなるようなピッチャーだなという感じがしましたね。すすごいでねあの 外国人の助っ人投手でこうマウンドさばきもうまい上手い,っていう投手って珍しいと思うのです、ええはい、すごい楽しみです試合で見れるのが、ね、試合の後半、はい、もしかしたら一番後ろで使われるかもしれないゲラ投手が対外試合デビューでした、はいはい、そしてもう一人、岡留投手あの4試合連続無失点、この日もしっかりと抑えました。 岡田監督も絶賛していましたけども岡留投手が本当にキャンプアピールしてるんですよね,ね<ー>このピッチャーもあの去年のキャンプはコントロールに苦しんで悩んだシーズンだったんですけれどもしっかりと修正をしてそして、今年のキャンプはもうこの頭からとびっきりのアピールをしてるということなんですね。素晴らしいいですね,ね<ー>は どうでしょうか、気になった選手など、あの、しっかりと見られてないと思いますけれども、今話聞いていかがでしょうか。ええ、そうですね。ええ、うん、でも。こう、這い上がってきてほしいのは湯浅投手。そうですね、<で>えー、はい。でも、私、あの、岡留投手。が投げてる試合に当たることがすごい、去年多かったんですよ、ええ。ほうほうほう。あ、それ現場の。はい、そうです。はい,は,いはい、はい。試合見に行った時に、多くて。 あのー、こんなに褒められてるのがすごい嬉しいなっていう気持ちで見てます、はい、<laughs> 自分のことのようにねちひさんも嬉しいと思いますけれども、ねはい、さあそのキャンプも明日で打ち上げですということでコマーシャルの後ちひさんのキャンプ MVP の発表でございますお送りをしてきました川上千尋の虎玉プレミアム2月1日に始まりましたキャンプも明日で終了です早いもんですね えー、ということで、ちひさん的なキャンプの MVP を発表していただきたいと思うんですけれども、まずはピッチャーの MVP はどなたでしょうか、はい、ピッチャーの MVP は、はい、えー、そうですね、難しいですけど。 やっぱり村上投手で<お>。<laughs> 村上投手来ましたかちょっと門別投手っておっしゃるかなと予想してたんですけども違ったんですね、はい。村上あの村上投手、キャンプ地に見に行った時に、えー、す,ごすごいあの取材を毎回受けられていて。あ、はい、はいはい。そうなんです。練習後にこんな取材を受けられながら、はい、こう、 集中されてるっていう姿を見て、はい、その結果残してる姿も見ての MVP です<あ>忙しいんだろうなって思いながらな <laughs> <laughs> それは私もちょっと耳が痛いんでそうなんですよあのこう練習とか試合の後お疲れのところを報道陣がこう囲んでねお話を聞くんですけれども、はい、まあ村上投手は本当にサービス精神もありましてちょっとこう笑いを取りつつもしっかりと自分の状態を話してくださるんですよね。ですからそういういところも、はい 好感が抱けるということですか。そうですね。<ー>はい。それをプラスしてのは mvp。ですさすが現場を知ってるからこそのチーヒーさんの mvp だと思いますけれども。<laughs> はあ、い。では、バッターはいかがでしょうか。はい、バッターは、ええー、佐藤輝明選手です。はい。その心はどうでしょうか、はい。あの、やっぱりキャンプ始まる前は、こう。ポジション決まってるの三人ぐらいって言われてたんですけど。ええ これはもう確定したんじゃないかなっていうくらいオープン戦からホームランも打ってたりするのでファンの期待にも応えてるし監督の期待にも応えてる選手なんじゃないかなと思ってます、うん、岡田監督も、まあ、もう状態はいいんじゃないかと、まあ、使う選手だからねということも、ねまあ、おっしゃってますけれども、はい、本当に順調にきてそうですよね。 そうでですすね楽しみです、はいまあ、キャンプがもうあっという間に終わりましたけれどもこの1か月間は千尋さん、キャンプどんな印象を皆さん自主トレをすごくやってきてちゃんと、うん、で監督もキャンプ始まった序盤はなんか心配いらないみたいな感じのことをおっしゃってたのがすごい印象的で、うんはい、皆さん優勝してすごい意識も高まってるのかなっていう。 キャンプでしたね。そうですね、満身もなく進んできましたけれども、はい、いよいよシーズンも近づいてまいりました。ちひさんも舞台最後まで走り抜けてくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ここまでお相手は A. B. C. アナウンサー佐藤修平と。ネイビーフォーティーとの川上千尋でした。次回もお楽しみに。この番組はスーパーコスモ新井興山グループがお送りしました。